これから高島市オリジナル介護予防体操、高島明日の体操を活用したフレイル予防についてご紹介いたします。自宅で過ごす時間が長くなると、高齢の方の心身の機能低下にも影響が出てきます。これからも元気に過ごしていくためには、早めにフレイルに気づき、改善していくことが大切です。フレイルとは、加齢により心身の機能が衰えた状態で、健康な状態と介護が必要な状態の中間に位置します。早く気づいて対策を行えば、健康な状態に戻ることも可能であると言われています。フレイル予防には、運動、栄養、口腔ケア、社会参加などが大切です。栄養においては、バランスの良い食事を心がけるとともに、タンパク質などの筋肉の元になる栄養をしっかりとることが大切です。口腔ケアにおいては、日頃から口の中を清潔に保つことや、入れ歯の点検を行いましょう。また、お口の体操をすることも効果があります。社会参加については、日頃から地域や人とのつながりを大切にして、交流することを楽しみましょう。そして、運動においては、高島市では、高島明日の体操をお勧めしています。ゆっくりした動作で、しっかり筋力がつくこの体操は、琵琶湖周航の歌の音楽に合わせて行うものです。体操の時間を短縮したバージョンをお試しできますので、ぜひご自宅で体操に取り組んでみてください。体操開始前に、DVD 内の注意事項を必ずご確認いただき、安全に体操に取り組んでください。正しい姿勢の確認です。椅子の前半分に座りましょう。足は腰幅に開きます。つま先と膝はまっすぐ前に向けます。座骨を座面に立てるように骨盤を起こします。背筋を伸ばします。胸を開いて、肩は斜め後方にリラックスです。頭は肩の上に置きます。最後までこの姿勢で頑張りましょう。4、3、両手を上げて背筋を伸ばします。下ろしましょう。もう一度息を吸って伸ばします。吐きながら下ろします。もう一度背筋をぐーっと伸ばしましょう。背骨を縦に伸ばします。4、3、肩の上げ下げです。上げて下げて上げて下げて、鎖骨をバケツの柄のように動かします。肩甲骨を上下にスムーズに動かしましょう。4、3、腕を開きます。開いて閉じて開いて閉じて、指先を遠くに伸ばしましょう。手をスッと上げます。4、3、腕を内回しです。内回し、外回し、
内回し、外回し。腕の付け根からぐるっと回します。胸も開きましょう。4、3、背骨を丸めます。骨盤を倒しておへそを動くように元に戻ります。胸を張ってお尻を突き出します。元に戻ります。もう一度背骨を丸めて腰背中のストレッチです。胸を張って胸のストレッチです。背骨を左に曲げます。元に戻ります。右に曲げます。はーっと声を出しながら行いましょう。一緒にどうぞ。右の体側を伸ばします。左の体側を伸ばします。右手を上に伸ばしましょう。手拍子を2回です。左手ぐーっと声も出しましょう。肩甲骨から動かしましょう。指先を遠くに伸ばします。4、3、腕の付け根の体操です。開いて閉じて、開いて閉じて、腕の付け根をぐるっと動かします。肘は体側につけておきましょう。4、3、腕を前に伸ばして肩甲骨を引き寄せます。引いて戻します。引いて戻します。肩甲骨を背骨の方にスーッと引き寄せましょう。4、3、右手を額に置いて遠く見ましょう。左手です。右手、はーいと声も出しましょう。はーい。背筋を伸ばして背を高くします。はーい。4、3、上げた手の方に振り返ります。左です。右です。背骨全体をぐるっと回しましょう。背筋を伸ばして、4、3、右足から歩きます。右、左、右、左。慣れてきたら座骨を右、左、右、左。座骨で歩くように、息も吐いて吐いて。4、3、足を開きます。内ももを伸ばしましょう。膝とつま先は同じ方向です。息も吐いて吐いて。4、3、開いて4歩です。1、2、3、閉じます。1、2、3、開いて閉じます。2歩ずつです。声はパーパーグーグーと出しましょう。4、3、右足を伸ばしてかかとをつけます。左です。右です。膝を伸ばしてかかとを遠くにつきます。つま先をしっかり上に上げましょう。4、3、つま先をつけます。左です。右です。足首を柔らかく使いましょう。足の甲を伸ばすように。4、3、動きを組み合わせます。かかと、つま先、かかと、そして手拍子です。反対、かかと、つま先、かかと、手拍子です。もう一度、足首を柔らかく使います。ラストです。4、3、早く行いましょう。かかと、つま先、かかと、ちょんです。一緒に声も出しましょう。かかと、つま先、かかと、ちょん。かかと、つま先、かかと、ちょん。リズミカルに動きましょう。かかと、ちょん。かかと、つま先、かかと、ちょん。4、3、股関節の体操です。開いて閉じて、開いて閉じて。足の小指側を床につけて足首を返します。
骨盤を起こして足の付け根をぐるっと動かしましょう。4、3、はい、結構です。右足を前に伸ばしてかかとを床につけます。手は膝の上に置きます。息を吸って吐きながら優しく膝を押します。ふくらはぎと膝の裏の筋肉のストレッチです。つま先を上に向けましょう。はい、結構です。上半身を元に戻します。足裏を床につけます。手は椅子の座面を軽く持ちます。息を吸って吐きながら足の付け根から体を前に倒します。ももの裏のストレッチです。お尻を突き出すようにしましょう。顎を引いて首筋を長くし背筋を伸ばします。元の姿勢に戻りましょう。足を変えます。左足を前に伸ばしてかかとを床につけます。手は膝の上に置きます。息を吸って吐きながら優しく膝を押します。ふくらはぎと膝の裏の筋肉のストレッチです。つま先を上に向けましょう。はい、結構です。上半身を元に戻します。足裏を床につけます。手は椅子の座面を軽く持ちます。息を吸って吐きながら足の付け根から体を前に倒します。ももの裏のストレッチです。お尻を突き出すようにしましょう。顎を引いて首筋を長くし背筋を伸ばします。元の姿勢に戻りましょう。右を向きます。右手は椅子の背もたれに置きます。左膝は足の付け根より後ろに置きます。息を吸って吐きながら骨盤を倒します。ももの付け根のストレッチです。座骨をしっかり前に移動させましょう。はい、結構です。骨盤を起こします。後ろの足を元に戻します。ゆっくりと真ん中に戻りましょう。左を向きます。左手は椅子の背もたれに置きます。右膝は足の付け根より後ろに置きます。息を吸って吐きながら骨盤を倒します。ももの付け根のストレッチです。座骨をしっかりと前に移動させましょう。はい、結構です。骨盤を起こします。後ろの足を元に戻します。ゆっくりと真ん中に戻りましょう。深呼吸です。息を吸って吐きます。もう一度息を吸って肋骨をカゴのように膨らませて吐きましょう。ラストです。吸って吐いて、3、はい、1、2、
3、はい、フィニッシュ、2、3、4、5、6、7、8、
正しい姿勢の確認です。椅子の前半分に座ります。足は腰幅に開き、足裏全体を床につけます。膝の角度は約90度、膝はまっすぐ前に向けます。座骨を椅子に突き刺すように座ります。耳の穴と肩を一直線にするように、頭は肩の上に置きます。深呼吸をします。鼻から息を吸って、口から吐きます。もう一度鼻から息を吸って、口から吐きます。両手を肩に置きます。息を吸って両腕を閉じます。吐きながら腕の付け根を大きく後ろに回します。肩甲骨の運動です。はい、肩甲骨を動かしましょう。3、4、もう一度息を吸って両腕を閉じます。吐きながら腕の付け根を大きく後ろに回します。肩甲骨の運動です。はい、1、肩甲骨を動かしましょう。元に戻ります。指を組んで腕を前に伸ばします。息を吸って吐きながら肘を伸ばしたまま、肩が上がるところまで持ち上げます。肩と腕のストレッチです。はい、1、2、肩の余分な力を抜いて背筋を伸ばしましょう。元に戻します。頭の後ろに手を置いて、肘を外へ開きます。肩と胸のストレッチです。はい、1、胸を大きく開いて、肩は斜め後方に下げましょう。元に戻ります。両手はももの上に置きます。息を吸って吐きながら骨盤を倒して背骨を丸めます。背中のストレッチです。はい、1、2、3、おへそを覗くように肩甲骨の間も開いて、肩の余分な力を抜きましょう。7、8、元に戻ります。両腕を胸の前で重ねます。息を吸って吐きながら右斜め後方を見ます。背中の左側のストレッチです。はい、背筋を伸ばして背骨全体を回しましょう。5、6、7、
元に戻ります。両腕を胸の前で重ねます。息を吸って吐きながら左斜め後方を見ます。背中の右側のストレッチです。はい、1、2、頭頂部を高くして背骨全体を回しましょう。元に戻ります。右足を前に出してかかとを床につけ、つま先を上に向けます。両手をももの上に置いて背筋を伸ばします。息を吸って吐きながら足の付け根から体を前に倒します。右足のももの裏のストレッチです。はい、お尻を突き出して背筋を伸ばしましょう。4、5、6、7、8、元に戻ります。左足を前に出してかかとを床につけ、つま先を上に向けます。両手をももの上に置いて背筋を伸ばします。息を吸って吐きながら足の付け根から体を前に倒します。左足のももの裏のストレッチです。はい、1、2、お尻を突き出して背筋を伸ばしましょう。4、5、6、7、8、元に戻ります。右を向いて座ります。椅子の背もたれを右手で持ち、左膝は足の付け根よりやや後ろに置きます。息を吸って吐きながら骨盤を倒します。左足のももの付け根のストレッチです。はい、1、2、座骨を前に移動しましょう。骨盤を起こします。後ろの足を前の足に揃えます。ゆっくりと正面に戻ります。左を向いて座ります。椅子の背もたれを左手で持ち、右膝は足の付け根よりやや後ろに置きます。息を吸って吐きながら骨盤を倒します。右足のももの付け根のストレッチです。はい、1、2、座骨を前に移動しましょう。4、5、6、7、8、骨盤を起こします。後ろの足を前の足に揃えます。ゆっくりと正面に戻ります。両足は肩幅よりやや広めに開きます。膝は90度に保ち、つま先と膝は同じ方向です。息を吸って吐きながら体を前に倒します。内もものストレッチです。はい、ももの付け根をしっかりと開きましょう。3、4、5、6、7、8、元に戻ります。深呼吸をします。鼻から息を吸って口から吐きます。もう一度鼻から息を吸って口から吐きます。
高島明日の体操 DVD は貸与することができます。地域のサロンなどで集まる機会にぜひご活用してください。 DVD 貸与を希望される場合は高島市役所地域包括支援課までお問い合わせください。